はい、こんにちは。今日は、6月の7日ですね、水曜日、お昼前のお散歩です。ただいまの時刻は11時半ぐらいです。35分ぐらい。はい、今日はね、こんな感じ、すごいいい天気ですよね。で、直射日光も結構当たって暑いです。で、真っ黒ピース系はやっぱね、触ると暑いですね。暑くなっちゃってますね。アスファルトはね、そこまで火傷するほど熱くはなってないんですけども、まあ、これからね、梅雨明けたらもうお昼とかにお散歩は厳しくなるかなと。はい、火傷しちゃうんでね。まあ、ピースケの肉球結構ね、硬めではあるんですが、まあ、それでもちょっとね、厳しいかなと。土のところだったらいいんですけど、アスファルトはやっぱ厳しいですよね。はい、で、ピースケズン、まあ、はい、ちょっと目屋に取らせろよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、取れた。今彼はね、あの1歳か2歳ぐらいの子供とお母さんがいる方向を見てます。まあ、遊んでほしいでしょうね。父ちゃんはベンチ。滑り台、お母さんと滑り台の上に乗ってますけど、で、ピースケはそっち向いてると思ったら違うとこ向いてんな。ピースケ、なんか宅配業者さんを見てますね。新たな入れ替わりで、男の子だね、2歳か3歳ぐらいかな、とお母さんがおもちゃ持って遊びに来ました。ピースケはその子と遊びたい、もしくはその子が持ってるおもちゃと遊びたい、こんな感じでしょうか。ピースケ、ほらこっちおいで、おいで、こっちおいで、はい、うん、こっちの方がほら涼しいでしょ。はい、そっち暑いって。暑くないの？今触ったら暑かったよ、ピースケ。日陰で涼むっていうことを知らないのかな、ピースケは。こっちの方が涼しいよ。あ、おいで、おいで、よしよし、よしよし。もうほら、暑いじゃん。君の皮膚系、熱くなってるよ。下痢は収まったような感じですね、そういえば。うん、昨日もお散歩中なんかもう最初は別にいいんですけどね、3回4回目とかもうあの液体だったんで、あと嘔吐ですけども、嘔吐はね、なんか吐きそうな雰囲気したなと思ったら、あのカリカリ揚げるんですよ。そしたら治りました。やっぱあれですね、空腹時の
空腹になるとその胃液が出てきちゃうっていう感じかな。そう、あとね、思い出したのがお腹下してる要因の一つに、なんかね、そう、梅かじったお散歩中になんかね、ちょっと目離した隙に落ちてる梅をね、かじってたっぽいんですよね。それかなと、まあもうかなり熟してたやつだから、まあ、毒素は少ないとは思うんですけど、まあそれでも良くはないと思うんで、それが当たったのかなっていう。もうそうなったら、まああとはもう回復傾向になると思うんで。あ、6分もやってるね。はい、じゃあ今日のお散歩動画これで終わりますね。また明日、バイバーイ。